何もしなければな。現世の時間で3秒、呼吸1回分で終わりだ。嫌だ、まだ死ねない。一つだけ方法がある。体をよこせ。妹は助けてやる。あんたを信じろってのか。無理にとは言わ。このままお前は死に、妹はあいつに蹂躙される。それだけだ。僕は消えるのか。さあな、祈れ。妹はマリ、僕は伊吹明人だ。今さら自己紹介かよ。まあいい、KK だ。名前は捨てた。 KK、 マリを頼む。俺には戸締まりしろってうるさいくせに、これだよ。マリ！マリ！しっかりしてくれよ。僕は消えなかったのか。神様に感謝するんだな。チッター見られる顔になったじゃねえか。黙れ。で、体はもらっていいんだよな。約束はしていない。現に僕はここにいる。おい、裏切んなよ。裏切ってない。まあいい、居心地はだいぶ良くなったぜ。妹を連れて行った奴の居場所を知りたい。あいつは目的のために大掛かりな儀式をやるはずだ。じゃあそこに行けば。ああ、今みたいに返り討ちだ。焦るなよ。今度は俺の行きたい場所に行ってもらうぞ。
人がいない。みんな消えたのかな。だろうな。あいつの計画通りなら外との連絡も遮断されているはずだ。ずっとあいつを追っていたのか。ああ、やられちまったけどな。無駄話は終わりだ。行くぞ。行き先は幽玄坂だ。霧がまだ残ってる。不用意に近づくな、危ねえぞ。何だろう。調べてみるぞ。あいつらがいる。邪魔だな、片付けろ。いいぞ、浄化はできるみたいだな。おい、社の中を調べてみろ。片代か、使えそうだ。ここはもういい、目的地に行くぞ。これって…ここはダメだ、引き返せ。何に向かって吠えてるんだ。あれを見ろ。これ以上奴らに好き勝手させるな。どこ行くんだよ、踊れ。例になったか。こいつらを助けられるかどうか、さっきの片代を使ってみろ。吸い込まれた。うまくいったか。あとは近くに公衆電話はないか。今時そんなもの
いいから探せ。あったよ。受話器を取れ。俺がつなぐ。何これ。エドが作った装置だ。そこに片代をかざせ。霧で霊になったやつはこれで外に送れば元に戻るはずだ。この装置あいつ余計なことを。私だけが彼らを救えると言ったはずだ。邪魔をするな。お前は誰も救えない。邪魔するなだと？なら渋谷中の霊を集めて邪魔してやるよ。道案内の続きだ。幽玄坂に行くぞ。エドって人はどこかで生きてるのか。その予定だ。ほとんどのことが想定外だ。どうなってるかわからん。君が木だな。生きてるみたいだ。コンビニか。何か使えるものがあるかもな。何あれ、猫？あれは妖怪だな。人がいなくなったから出てきやがったのか。片代があるな。持っている数が多ければ効率的に霊を救えるぞ。何か使い道があるのかな。そこの2階だ。
ここあんたの家？部屋の封印を解除してくれ。中に何があるんだ？入ればわかるよ。なんだここ。秘密基地って感じだな。子供っぽいな。アジトって言えよ。確かに。お前が代わりにやってくれるか。やだよ。これは俺が調べた事件について書かれてる。何かの参考にはなるかも。な。向こうの世界の食べ物だな。俺たちなら食えるぞ。この世の食べ、これってあんたの本？うん。ガキの頃にカッパを見たことがあってな。あんた子供の頃から普通じゃなかったのか。地図の範囲があいつの結界になっている。お前も見ただろ。結界内の霧に触れれば消える。結界？渋谷にいた人みんな消えたってことか。うん。消された人間は5万か10万、いやもっとだ。なんだよそれ。まあ何人消えようが俺には関係ないがな。ただこのどこかにあいつがいる。お前の妹もな。どこかって。なんだよこれ。気に入ったか。持っていけ。こんなものどこで。職業柄まあいろいろつてがあってな。あんた何者なんだよ。国の番犬かつはぐれ者のお友達ってところか。どういう人間かは知らないけど、あんたがまともじゃないってことだけは分かったよ。誰？仲間だ。え？だったというべきか。あいつは奪うことをためらわない。俺たちもそうあるべきだった。戦っていたのか、この人たちと一緒に。武器も調達できたし、そろそろ行こうか。
マンションごと押し潰す気か。結界を破る方法があるはずだ。探せ。結界の要だ。こいつを壊せ。他にもあるはずだ。この階のどこかにさっきの石があるはずだ。何が起こってるんだ。結界のせいであの世の干渉が強くなってるんだ。このままじゃあの世に押し潰される。距離があるな。さっきの弓を使え。しっかりと狙いを定めているんだ。いいぞ、ここはもう大丈夫だ。さっきの石があるはずだ。持って数分だ。急げ。どこに行けばいいんだ。よく調べろ。何かあるはずだ。止まり？いや、上に行けそうだ。ゆっくりしている暇はないぞ。なんだ。近いぞ。周囲をよく探せ。こいつが本体だ。ぶっ壊せ。間に合った。やれやれだな。これを仕掛けた奴がいるはずだ。外を調べるぞ。よかった。結界は消えている。まだ近くにいるかもしれない。下に行ってくれ。
見たのか。お前も見えるのか。よし、俺の言う通りにやってみろ。これはさっきのはこいつの仕業か。追うぞ。これって汚れだ。さっきの力を使って調べてみろ。